どうも、アイチです。今回は高校受験が終わった後に何か高校入学するまでに勉強しといた方がいいですかっていう相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、話していこうと思います。で、まあひとまず、この今現時点でこの動画をね、見てくださっている方の多くが高校受験ね、終わった方だと思います。まあ結果がね、第一志望を受かった方もいれば、そうじゃなかった方いると思うんですけど、本当に皆さんお疲れ様でした。で、まあ高校入学するまでに1ヶ月、まあ以上、まあ1ヶ月ない方もね、いろいろ終わった期間によるけど、あると思うんですが、まあ卒業旅行行ったりさ、こう今まで受験勉強頑張ってきたから跳ね伸ばしたいっていうんで、いっぱいね、遊ぶ予定が入ってると思うんですよ。で、それはもう全然 OK だし、ね、警察のお世話になるとか絶対ダメだけど、そういうね、ハメを外しすぎなければ、ね、楽しんでください。高校入ってから忙しくなってね、時間も取れなくなっちゃうし、そう、それはいいんですけど、で、まあ、勉強のことをね、ちょっと話をするんですが、たまにやっぱりこう、高校入ってからのね、予習をした方がいいのかとか、その中学で勉強した内容の復習をね、きっちりやった方がいいんですかとかも聞かれるんですけど、まず、高校から課題が出るとかありますよね、結構。で、その課題が出た時には、それはもうきっちりやる。絶対にちゃんとやる。答え移すとかしちゃダメだよ。ちゃんとやってください。高校からの課題はね。で、まあ、それが出ない場合は、例えば、参考書買ってきて、まあ、自分の動画でもいいですけど、予習をめっちゃやった方がいいかっていうと、全然そんなことはないですね。自分は別にやらせないですね。高校入学前に予習。そんなに、すごい進学校とかだったら、ちょっとやっとこうかなと思うこともありますけど、で、じゃあ勉強しなくていいのかって言ったら、そうじゃなくって、個人的にはね、一個だけ、意識してほしいことがあって、それが、習慣です。勉強習慣。もちろんね、この受験勉強を今まで頑張ってきたみんなも、その頑張ってきた度合いがいろいろあると思うんですよ。で、例えばもう毎日絶対勉強するようにした方もいれば、まあしたりしなかったりもあると思うんですけど、今までの中1とか中2の時の生活に比べたら勉強する時間は増えてるはずなんだよね。毎日しなかった子が毎日するようになったりとか、全然してなかった子が週2、3回はね、勉強時間を取るようになったりとか、あったと思うんですよ。で、それを頑張って続けてきて習慣にして戦ってきたと思うんですよね。で、習慣っていうのは、その習慣の、まあ、身につけるまでに時間がかかるんですよ。でも、抜けるのってめちゃくちゃ簡単なんですよ。勉強する習慣をなくすのって。で、それをなくしちゃうんですよね。ほとんどの子が高校入る前に。で、それをやめてほしい。それね、すごくもったいないんですよ。高校入ったら、当然、中学よりも勉強は難しいです。で、進路、進むスピードも速いです。で、科目も増えますと。で、まあ、高校さ、まあ、なんだ、自転車通学の方もね、いれば、電車とかもいろいろあると思うんですけど、やっぱり時間がね、なくなるんですよね。まあ、部活のやったりやんなかったり、バイトやったりやんなかったりもあるけどさ。で、そうすると、みんなが多分想像してるよりも、バタバタするんだよ、高校の、って。そう。で、まあ、実際に高校っていうのは点数取れなかったら赤点になってって、それをやりすぎれば進級できないって、2年生になれないとかっていう問題が起きてくるのね。義務教育じゃなくなるからさ。で、最初のテストっていうやっぱ逃してしまうと、結局その入学して、同じぐらいのレベルの子たちが集まるわけじゃん。自分と同じぐらいな。だから、最初のテスト頑張ったらすげえ順位取れるんだよ。中学で全然取れなかったような子たちがね。そう。でも逆もしかりで、中学の時にすごい良かったのに、高校入ったら順位ボロボロみたいな。そうしちゃうと、じゃあ300人いると、一学年。300人中250位スタートしてしまったら、自分はもうこのぐらいなんだっていうイメージでそのまま行ってしまうのね、高校が。で、逆に、300人中、じゃあ50位ぐらいで行けたと。中学の時は全然ダメだったのに、みたいな。そしたら、あれ？行けるんじゃない？って思って高校生活を過ごせるのね。すごいいいリズムが始まるの、そっから。だから、そういった意味でも、やっぱり最初のテストは大切だと。で、最初のテストをやっていくためには、勉強習慣を残しておいた方が絶対にいいのね。まあ高校がね、その予習をさせたりとか、毎日宿題出すかどうかはわからないですけど、やっぱりある程度、毎日勉強するっていう気持ちというか、そのね、なんだろう、習慣、体のなんかリズムっていうのを崩さずにいてくれるといい。だからって、めちゃくちゃ勉強しなきゃいけないとか、そういうわけじゃなくって、ほんと1日10分とか15分でも全く問題ない。いいの。ただ、毎日、ちょっとでいいから勉強するっていう習慣だけは捨てないでいてください。これ本当に大事。もったいないからね。最後までご視聴いただきありがとうございました。
今表示されている関連動画や再生リストの方から他の勉強動画とか、テーマを決めて喋った動画に飛ぶことができますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。